チヂミの牛だ。うまい。いや、菩薩やろ。おー、コロコロセンダリマホーいけ、ね、あ、意味わかんない。うん、はい、ここにお店あるのね、ちょっと始まったら一みたいな。だから、結構ね、結構多いよな、ほんまにここらへん。やめたって。地蔵院。修行しはるんかな。はい、猫マジで多いな。ここ神社じゃないのよ。寺やな。修行？カレンダーあるよ。ご自身を取りください。持って帰るあれがないねん。でも確実にヘッシャン来ない。修行？書いてある？うん、僕たちあれだと思う。楽？21のやつ。ああ、水曜星末吉大運半吉やん。うん、見たの俺。こう言われちゃうの、はい、くるくしたの。あっちも気になるね。ちょ、行こうか、じゃあ。何やでやろ。ちょっと待って。めっちゃ楽しいねんけど。え、ちょっと待って。あいつ、ちょっと待って。ちょっと待って。え、なんか。え、なんか心霊スポット切りみたいなのり。どうなん、88霊場を。やっぱこれあるじゃん。俺、こっちでも出口って書いてある。出口？こっちか。そっちか。逆だな。ちょっと衝撃や。逆だね。あ、だから病院くんちょっと愚痴前に行かないとまずいわ。入ってよかったから。よかったね、いいやん別に。でもこれ、あ、おじそさんやね。今しめ、正しいここ、正しいここにも軽く。これやっぱあれじゃない？マントラっていうか、なんかここの種類。マントラってあれじゃない？なんか僕、マントラって聞いたことあんねんけど。いや、なんか。あれや、ちょっとワンピースやそれ。ワンピース。エレルのさ、見聞色マントラっていうの。マントラシャッてってな。いやでもマジでちょっと右のヘリラーで分かれて、その地蔵とか照らしてくれ。いやマジでなんか怖ないけど、ノリがもうあれやん。この曲になるからなんかあれやん、完全にさ心理スポット行ってんの。え、楽しい。え、ここ当たりだね。どこまで行けるやろな。分かんない分かんない。え、ちょっと待って、ここは楽しいわ本当に。え、あ、石手寺本当におすすめ。これ洞窟がいいね、マジで。何か全然分かってないけどね。まあ正直ね、ちょっと宗派も何も分かんないけど、真摯に。いや、これで入ってこったからね。でも開いてたからね。うん、なんだろうな。あの人たち消えちゃった。ここに、いただくさん立てるような。え、ちょっと待って、ちょっと怖いね。ま、マジマジ。あ、あんまりこれ、過去、現在、未来、諸々の仏。大増改。それはこの子かな。はい、分かる。俺らがいつも知ってるのは宗派じゃねえよね、多分。お前、やめろよ、ちょっと急にいつもこれ。おぉ、眩しい？ごめんなさいね。もう待って、ノリが死んで。怖い。ちょっと待って、怖回して大丈夫なのか、ちょっと何も書いてあったけど。めっちゃ涼しいけど、うん、あれってさ、出口あるかな。いやあるよ、だってなかったよ。ちょっと待って、大丈夫。ちょっと待って、怖いさすが、怖いってさ、これ出てさ全然知らんとかったらめっちゃ回らんなかんか、もう一回ここ入らなかんわけ。そうね、お金がね、ちょっとしちゃってらしくね。なんかお金だね、やっぱお金だね。お金持ちね。あれさ、地蔵さんにさ、お金って渡すのか。そうか、地蔵さんにお金渡すから、うん、あ、はい、だれちょっと、うつこれさ、何の絵なんだ。俺こういうさ、なんか仏さんや、ここ、うん、これがさ、なんか分かってるの知らねえけど、
な、僕も知ってるはずないっていうの。すごい、本当に洞窟やん。そう、マジ洞窟だよ。で、このライトでヤバいってさ、どうしよう、ヘッドライトと思ってもらえたら、ガチの。この雲は実はその、落ちたんかな、これ。そうなの。ちょっとぶつかったかな。パトリノスが何が大事か、世界一体なのか、何をすべきか。すなわち、近し。わかんねえな。そうだね、なんか、あ、それも俺は。はい。これとかもなんか意味あるんかな。いや、かもね。口、ちょっと控えてほしい。暗くすぎてさ、見えへんのじゃん、動画撮ってんの。いや、控えちゃしとかちゃんと見えてんねん。だから、そう、編集団とか多分やってくれんねんけど、え、マジで、え、怖えな、これ。え、心霊スポットとかちゃうよな、マジで。あ、ゴールじゃねえかも。うん。めっちゃ涼しい。さっきの汗が全部な。いや、冷や汗じゃない？でも今出てるの。若干の出てる。まあ、若干冷や汗はあるかもな、うん、やっぱ緊張してるよさ、ね、動物からね。何と言っても動物ってさ、何が怖いってさ、うん、落ちてくるかもしれんのか。それは怖いな。やろ、凍らつくの可能性があれば怖いね。すごい出たね、出たね。はい、で、G、人の心、生命の痛みが分かる。え、どこやねん、ほんまに、どこ。すごい、全然分からんとこついた。えなんだあれ、第二洞窟か。どこ出口ってあったよね。でもこっちも多分出口だと思うね。2つ出口あるから、もう一個行ってみる。じゃあもう一回払うんだな、今回ね。いや、もういいんじゃね。だって行かれてエンマさんおんねん、多分。エンマは大丈夫か、これ。奥のインフォより45m。ちょっと45なら行くか。行ってみる。近いよ、45な。ちなみに僕は一応マップを見とくわ、どこにおるか。頼むわ。把握してないから。マントラと、え、これなんか大丈夫な、あれな、テラって。え、これでも入ってないんじゃん、人。なんかすごい山みたいな。ちょっと行こうか、なんかなんで、なんか心霊スポットの意味みたいになってなくね、なんかノリが。そうやな、普通にお寺前に来てるはずやねんけどな。右じゃない、これ。ちゃうか、近く。全然分からへん。そっち、これ近く行こう、行こう、行こう。これでもまだ入るとあんま分かんじゃない。違う、雲が、雲が、よいしょ。第二洞窟も行ってみたいな。あ、俺、わ、分かった、うまく。曇る、俺。あ、大丈夫。あれ、じゃね。あれだよ。あ、あれ、ほら。なんか邪教ってか、なんだ。やべ、見積もりが大変や。なんで。お前にか、これ。え、なにこれ、え、ちょっと待って。え、これ、なにこれ、なにこれ、すげえ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 。マントラの塔って。これもなんか、うん、なんか明らかさ、なんか俺らが知ってる宗教じゃないの。そうやね。なんかよくわからない。羊だって、ほんまだっていないよ、だって。いや、たぶん、ね、マントちゃん、マントラなんか勝てないイメージがさ、うん、あれ見た感じさ、うん、インド系かなと思ったよ。いやね、うん、やっぱインド系だね、たぶん。やば、でもマントラとかさ、やっぱワンピースが出てきてしまうからさ。マンピース、どうしてもか。いいな、感じ。行ってみようか。行ってみよう。いやなぁ、何やろ、伝えてるってか、飛べるかな。ああ、大丈夫、俺が何やった。え、何これ、教室。え、社務所か、ここ。社務所やな、社務所っぽい。なんかほら、坊さんとかなんか休むとこじゃない、なんか休んだりとか会議したりとか。こっち通っておりんじゃね。そうか、そうかもしれん。うん、そうですね。怖いわ、ここ。やっぱ虫好きやな、お前。そうやな。ドキッとかもさ、うん、虫おるかなと思って、ちょっと下見てるのか。そう、お金やな、落ちてあった。あったのお金やな。うん、これ、俺ら通ったとこやな。ここ、あ、ここ、クマさんある。ミントの下がる時に、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 キノコ入ってる。キノコ、うん、てか、これのさ、ちょっとこれ照らしてくれ、この。これだね。いや、なんか、なんか、なんかさ、ちゃうねんな。俺が今まで見てた、なんか。何も入ってない。もともと入ってたのかな。うん、いや、待って、よく見たらこの下さ、地蔵じゃん。うん。うわ。地蔵じゃん。これさ、どこまで続いてんじゃろ。いや、わかんねえ。わかんねえ。ちょっとわかんねえ。ちょっと
と3年分かんねえのがちょっと怖いんだよな。でもなんかこういうとこってさ、多分有識者の方と一緒に来たのもさ、うん、よりなんか、うん、ああそういうものなんや、ここはっていうのがあるから。人形は出雲大社って書いてある。出雲大社のやつ、なんで出雲大社があるの。普通にちょっとあ、これさっきの人がちょっと斜め向いてる、また、うん、こっち向いた。なんか愛おしいともし、なんか書いてんの、これなんか。ほんまやね。何語だろう。予測かな。おっとんね、ブーとか卵卵ではない。多分これなんか何部とかの部分で何部か。あ、なんかあるこういうさ、解説会だったらなんかすごい安心せん。あ、これでもさっきと同じ感じやの。うん、なんだなんだなんだ、マジで。え、どこ、この宗教何部。あ、でも上がってってる、出るんちゃう。そうそう出るんかな、そうそう出るかな。あ、上の穴方だな。お前大好きかまどもあげるかもしれない。そんな大好きなわけじゃないんだな。なんて感じやろ。わかんねえ、T にしかわかんない。お金落ちてるから自分がお金落としたもんだよね、本当に。これあ、これさっきの人じゃん。お前やな。ちょっと滑るから気ぃつけんなかな。そうやな、めちゃくちゃ急になってるんだよ、本当に。ちょっと暗くてわかんないと思うけど。あ、ここで終わりやわ。終わりか。じゃあ帰りちょっと気ぃつけんなか。あれ、こっちに出口ある。マジで、ちょっとタラシペンとここらへん、この銅像とか。あ、何の匂いっていうのこれ。ここ？あ、この木の匂いか。あ、木なんだ。ちょっと全体的に一個一個見よう。暗くて見えないんだけど、よく。ここで終わりちゃうかなってちょっと思ってる。そうか。ちょっと、チラシは見えねえもんな。まあね。ちょっとなんかね。もうちょっと明るいやつ。そう、持ってこいよかったね。なんかな。あれ、コウモリちゃん。これ。どこ？マジや。ちょっと、おちゃん。コウモリいますわ。まあ、そのぐらいなんで。襲ってくわ、怖いよな、コウモリは。まあまあ、余計なことしてんから。うん、なんか仏像がいっぱいあります。ちょっと見えないと思うけど、なんか金剛像みたいな、ちょっとよくわかんないけど、ちょっと出口でよくはちょっと見たわ、普通に。さっきのこっちから出る。うん、そっちから出る。どこに出るかわかんないけど。いや、でもまあこの先だったら寺のほら、出るんじゃね。足元気につけていいかな、滑り倒れて。何、川だろ。いや、違う、川やね。川か。来た。こんにちは。やっとあれだ、なんか人間の世界に戻ってきた感じがする。なんかちょっと不思議な感じだね、確かに。そう、本当に正直ちょっと俺怖かった。うん、怖かったね。こっちから行くんだ。で、こっちなんか出口っぽくない。今どっちから行くの。ありがとうございます。昔ながら感じるね。あ、でも石手寺いいね。愛媛来た時来た方がいいね、絶対。まあ、重要文化財なのかな、これ。宝物殿って。すごい、なんかありがとう。うん、あ、インドオリッサ地方ってか、やっぱインドのあれだ、由来だ。あれ、まだ大洞窟なんかないんじゃん。あ、これ大洞窟あるって書いてあるんだけど、あるんじゃないか。これだ、これかな。宝物館か。霊祭館。ここ泣くね。次を参拝できますでさ。洞窟と大仏って書いてある。じゃあここだな。じゃあ100円ずつ入る方は入場料200円。宝物館に入るときは俺ら洞窟じゃん、入る。まあ行こうよ、とりあえず。洞窟じゃん。500円渡さなかった。あと帰りいるよ、じゃあ帰りに。ちょっとごめんなさい、これ宝物館だったな。ちょっとごめんなさい、わからなかったわ、ほんまに。あとでちょっと100円入れようか。ないやんか、洞窟ないやん。え、詐欺。詐欺とかないよね、寺院に限って。すげえ、巻物とかあれじゃん。昔だっね。うん、だいぶ昔だ、ほんとに。セッシュってこと。セッシュって僕も知ってる。うん、名前なんか聞いたことない、セッシュ、うん、よくあるポーズね、これ、仏教で。なんかさ、こういう生首系怖ない。これ、お面じゃない。お面か。うん、だからこれかぶってなんかやってたんじゃないの、うん、半分儲けてるし。これさ、うん、ちょっと僕さ、うん、あれ、学芸員を取ってるからっていうのもあるんでさ、うん、保存の仕方がこれ多分難しいと思うんだ、全部木とかやから。あ、そうなの。でもさ、シロリメチ食われてるやんか。ああ、そうだね。うん、だから、こういうのってさ、うん、これ以上食われたらもう原型とかがなくなってしまうやん。ああ、まあ確かに。何にしてるのかが分からないって思うやん。うん、だこういう昔のものってめっちゃ難しいんだね。だから光もあれか、少なめなのか。光もあんまり当てるとこういうと焼けちゃうから、あ、少なくしたりとか、うん、そういう大丈夫な光変えたりとかさ、ルールしなくなるから難しいよね。中身見てみたい感あるよね、ちょっと直接触って。ま
そんなことしたら潰れちゃうからな。うん、じゃあ洞窟かな。あとで100円払いに行こうか。どうせ出口あっちじゃん。なんだ、あ、これ出口行ってみる。もう分かんないの、分かんないの、分かんないから。いやマジでちょっとどうしたん。いや、もうトイレないよ。俺が毎回トイレ行ってみたいになってる。おもろいな、あれ。かわいい。なんか、マインドゼロ。さっきだって洞窟のやつさ、見れるやつ3つ書いてあったやんか。そうね。あれ、洞窟とかしたいしね。違うか。かな、見る？中に200円ぐらいお賽銭入れたらいいんじゃない？照明器具使ったらあかんとかじゃない？あ、マジで。メイキング今から行くんで、こんなんここは取ったらいけないみたいですね。じゃあまあとりあえず入っていこう。まあ綺麗だね。これは綺麗だね。これなんか最近使えたかな。そうめっちゃそれ思った。こっからかな洞窟。出てくるよ。いや、あれさ、不人数しすぎん、さすがに。ちょっとな、あれはエグいな。ちょっとなんか行きたく、あ、ビリビリ、あるわ、ね、ここから靴脱いでお上がりください。上がっていいんだ。お願いします。チャンネル登録100万人お願いします。100万人。ここはでも撮っていいのに光ついてるし。ここがね洞窟の先なんだけど、ここがね真っ暗なんよ。本当に怖いんよ。今行くか。もうねほら感じの終わりじゃ終わり。あーマンコマンコマンコ。やめろやめろ。マジで？